銀の平野歩と金のと、金ホワイト。2人だけが白ハーフパイプ新次元2月14日フェニックスパークで行われたスノーボードハーフパイプ決勝そこで繰り広げられたのはまさに4年に一度の大舞台にふさわしい両遊愛見マえる頂上決戦だったその一人は平野歩夢ソチ五輪では15歳中学生で銀メダルを獲得 以降も X ゲームをはじめ数々の活躍で世界のトップスノーボーダーの一人としての地位を確立してきた2度目となる今回のピョンチャン五輪には4年前に手にすることができなかった世界一だけを目指し臨んでいたそしてそのために必要なのは前人未到の4回転の連続技だと見定めていた世界一だけを目指して戦った2人 今年1月の X ゲームでは、フロントサイドダブルコーク1440から、キャブダブルコーク1440への連続技に、世界で初めて成功。4回転の連続技を完成させたことで、ピョンちゃんの金メダルも、手が届くところにいた。そんな平野にとって、最大のライバルが、ショーン・ホワイト。トリノ、バンクーバーと2大会連続金メダル。 押し回されもせぬスノーボードのスーパースターだ。だが、ホワイトはソチでは4位。彼もまた雪辱を期し、世界一を取り戻すことしか考えていなかった。世界を代表する2人の英雄は、ホワイトが1位、平野が3位で予選を通過する。ただ、平野は、予選は、あくまでも予選に過ぎないと割り切っていた。まだ出していない技も。 決勝のために残してあります予選なのでとりあえず通ればいいと思っていました。その言葉の通り連続の4回転は出さずにいた。そして決勝を迎える3本のうち2本目までトップだった平野3本飛んで最も良かった得点が採用され順位は決定する1本目は平野がミスをして35.25。 対するホワイトは彼が武器とするダブルマックツイストなど全てを成功させ94.25トップに立つ2本目が始まるここも失敗すれば3本目は追い込まれることになるいやそう考えるなら2本目もまたプレッシャーのかかる場面になっていたはずだだが平野は期待を裏切らなかった1つ目 空へと高く飛び上がると大きな歓声が上がる。リップからの高さは5メートルを優に超えていただろう。2つ目、FS w ブルコーク1440、そしてキャブダブルコーク1440に成功。決勝のために温めていた連続4回転技をオリンピックでは世界で初めて成功させた瞬間だった。得点は95.25。 トップに立つ。ホワイトの2本目は失敗して得点を伸ばせない平野と同じ技を決めてみせたホワイト平野が1位で迎えた3本目平野は転倒したものの他に抜く選手も現れずラストホワイトのみを残すばかりとなった平野の得点を考えればホワイトにかかる重圧は果てしない場内からもこの日一番の声援が起こる スタートそこからが圧巻だった。1つ目に FS w コーク1440、そこからキャブダブルコーク1440に成功。平野がこの日のために力を尽くしてきたのと同じ技を、オリンピックの最後の最後、強烈なプレッシャーがかかる場面で、自身初めて挑み、決めたのだ。さらに、FS540、ダブルマックツイスト。 FSW コーク1260と決めたホワイトは、ゴーグルを取り、両腕を高く突き上げた。97.75。王者は、土壇場で平野を抜き、栄光を取り戻した。ぴょんちゃんは悔しいだけで終わらなかった。ちょっと悔しさはあります。試合後、平野は言った。ただ、そんな思いばかりではなかった。楽しかったです。 今までで一番の大会でした。自分が今できる範囲の中で全力を出せたと素直に思います。その表情は言葉が偽りではないことを物語っていた。平野は措置のあとフィジカルトレーニングをはじめさまざまな角度でレベル向上を図りその中で世界で初めて連続4回転技をオリンピック前に完成させた。そして 磨いてきた武器をオリンピックでも成功させることができた。目指してきた世界一ではなくても、注いできた時間を表現することができたからこそ、悔しい、では終わらなかった。平野の成長がホワイトを進化させた。そして、平野の成長はホワイトの進化の媒体ともなった。決勝3本目、平野に続き、 連続4回転技を成功させたのは象徴的だ。平野が決めた4 0 4 0のコンビネーションを決め返したホワイト。そのパフォーマンスを引き出した平野。両者は、ともに過去大けがを負い、そこから、世界のトップを争う位置に戻ってきた。いや、戻るばかりでなく、より進化して、ぴょんちゃん五輪へと臨んできたのである。セレモニーで、 ホワイトとヒラノは互いを称え合う。ヒラノも笑顔を浮かべる。二人だけが知る次元があるようだった。ハーフパイプのレベルを一段引き上げた歴史的な瞬間を目にした観客席から、両友への拍手と歓声が止むことはなかった。